スプラネのケイスケとシャイムラだーどうぞーい。さあ、ということで、ただいま、絶賛世間では夏休み期間ではございますが、YouTuber にとって夏休みとは年に一度の大ハードスケジュールの月じゃないですか。そうなんだよな。まさに地獄の所業。まあ、本当に忙しいじゃないですか。はい。7月、8月。ただそれ僕たちskmroトライブだけじゃないんですよ。全 YouTuber がめちゃめちゃ忙しいです。はい。自分たちのチャンネルを盛り上げるために結構でかい企画をやるのが8月なんですけど、なんかもう大海賊時代みたいな、夏始まった瞬間、そうそんな感じになってる。今新世界みたいなそんな感じになってる空気感がな、我が国ね。だから今回面白い企画を考えてまいりました。今回の企画、8月の怒涛のスケジュールの中、 YouTuber とご飯行けるまで帰れません。ああ、おもろそうやけど。なるほど。先ほども言いましたが、全 YouTuber ただいま忙しいです。実際忙しい。その中、ご飯に誘って誰かとご飯に行けるまでお家には帰れないという企画でございます。え、帰れないの？帰れないんです。本当にもう行けるまで本当に帰るなよってことだ。そういうことです。地獄やん。地獄です。しかも8月なんで、6月とか5月に誘うわけとは違うわけですよ。だから無人島とか行ってる人もいるかもしれないし、怒涛の編集のスケジュールの人もいるかもしれんし、友達はやっぱりたくさんできましたから。なので今から5人それぞれ分かれるんですけど、電話とかでアポ取るところから始めてください。で、ご飯を一緒に食べれれば成功ということで、もうその時点でもうご飯食べ終わったらもう帰ってください。例えば家に招くっていうのもありです。おお、なるほどね。うち来てご飯一緒に食べようよ。ああ、絶対に居酒屋とかに行けとかいうわけではないです。なるほどね。飯を食えばいい。もう飯を一緒に食えばいい。向こうの家行くのもあり、向こうの家行くのもありやし、例えば車の中でコンビニのおにぎり買って、コンビニのおにぎり1個だけ一緒に食べてくれへんっていうのもあり。ああ、なるほど。この企画なんですけど、もうオチとかもないんで、徐々にフェードアウトしていきます。だから終わった人から徐々に消えていくんで、おもろいね、おもろいね。それぞれだから終わってる時間帯は分かんないんで、また明日の動画でお会いしましょう。全員撮ってください。ああ、なるほどね。俺がビリかもしれないし、ケイスケがビリの可能性もあるからということで、ルール説明は以上です。はいはいはい。いやー、もうこれも一刻も早くした。一刻も早くですよ。マジで。もう9時ですから。ね。もういいですか？いや、行こう、もう行こう。行こう。ということで、早速、YouTuber とご飯行けるまで帰れません。やっていくぞー！お願いします！さあ、ということで、友達少ない系 YouTuber のガチャマでーす！本当に僕、いないんですよ。よく飯に食いに行ったりする同僚が。なんですが、前々からずっと飯行こうとか遊ぼうとかって話してて、すんげえマジで地元のダチみたいな感じで会話してる、サワヤンチャンネルのヤンにまず電話したいと思います。で、ただいまの時刻がですね、9時22分。なんで、ちょっと急ぎ目で行かないとお店とかも閉まってしまうといった形で、早速電話していきたいと思います。頼む！俺はもうヤンにかけてる。早っ！お疲れー。お疲れ様です。ヤンさん、今何してる？今もう普通に家にいます。マジで？はい。ちょこっとだけ飯行かん？飯っすか？うん。どこですか？いや、俺行くよ、そっち。マジっすか？いや、僕も今日の分全部食っちゃったんすよ、ね。うわ、あ、じゃあそれか、プロテインで乾杯とかっていうのはどう？全然いいんすけど、逆に申し訳ないです、僕。ちょっと俺はヤンとプロテインが飲みたいわけよ。マジっすか？うん。僕も飲みたいっすけど。いやーさ、今ね、ちょうどヤンさ、フィジークの大会で筋トレ最中、減量中やんか。だから、ちょっと飯もね、限られてくるんだけど、ちょっとどうしても今日俺はヤンに会いたくてさ。本当ですか？僕も会いたいっす。マジで？じゃあちょっと行っていい？ガチムン君車とかあります？いや、タクシーで行くよ。え、マジっすか？さすがに申し訳ない。いえいえ、これを行かせて。マジっすか？うん。いや、もうせっかくだったらもうちょっと。行きましょうよ。え、マジで言ってんの？いや、ちょっと僕マジで飯ほんとほぼ食えないんですけど。え、全然。それでももしよければ全然おごる。じゃあ行きましょう。うわ、ありがとう。いや、こちらこそです。言いづらいんですけれども、ただいまカメラ回っております。もう勘弁してくださいよ。こっちめちゃくちゃウキウキだったのに。いや、でも本当にさ、飯行こうよって話してたやんか。はいはい。で、もう俺は誘うならヤンしかいないなって思って、カメラ回ってたとしてもちょっとヤンを誘いたかったから、ちょっと電話したんだけど。これって、ただ誘うだけってことですか？会うのはなしですか？いや、会うよ。マジで会うよ。え、それは撮影、そのまま続行っすか？若干ね、少しだけ。え、本当ですか？え、じゃあ僕行きますよ。え、マジで言ってんの？いや、だって申し訳ないですよ、ガチャマくん来させんの。いや、いいよいいよ、マジでマジで。だって先輩来させんのおかしいじゃないですか。いや、行きます。マジで言ってんの？じゃあ、一旦住所送るから、来てもらっていいかな。指定されたとこに僕は飛んできます。オッケー。ちょっと、印象良すぎるな、やん。いやいやいや。や、そんなことないですよ。いや、むしろ誘ってもらえて嬉しいです。ちょっとね、初の飯がね、カメラを回してるっていうのはちょっと申し訳ないけど。いやいや、もうどんな形でもいいですよ。じゃあ、ちょっと、住所送るんで。はい、わかりました。そこに、はい、来てもらって。はい、お願いします。で、じゃあ、ちょっとまた後で。はい、後ほど。はい、ありがとう。はい、失礼します。はい。なんていいやつなんだ！いやー！で、現在時刻が9時28分です。いやー、ちょっと申し訳ない！一旦ちょっとコンビニかなんか行って良さげなものだけ買ってね、待ちたいと思います。それではヤンを待っていきます。ぜひ僕のメンツにかけて彼らをどうか幸せに導いてやってください。はい、ということで、どうも僕です。やばいよ。YouTuber の友達、本当にそんなのいないんだよ。ガチで。なんで、ちょっと僕は、プライベートではそんなことあるけど、動画には出たことないっていう人に電話していきたいと思います。ちょっとじゃあ、電話出てからお楽しみです。出るかな？出てお願い。出ねえか。うわ、出ない！うわ、出なかったー！ってことで僕がね、今一発目電話した人、パパラピーズのジンジンでございました。くそー、出なかった。エスポの動画にさ、ほら出てもらったこととかさ、なかったからさ、まあご飯行くだけだったら出てくれるかなと思ってちょっと電話してみたんだけど、出ませんでした。さあ、続いていきます。どんどん行かないとこれやばい。早っ。もしもーし、お疲れ。お疲れです。今何してる？今、普通に家いました。あ、そう、今ちょっと動画撮ってんだけど、YouTuber とご飯行けるまで家帰れませんっていう企画やね。なるほど、なるほど。コンビニのおにぎりを車の中で一緒に食べてもらえるだけでもいいんだ。え、全然、あ、いやー、ちょっと厳しい。いやー、ちょっとその動画のテンションやめてほしい。マジで。リアルでってことですもんね。リアルでやで。全然いいっすよ。マジ、今から行ける？全然いいっすよ。ガチで？車でなんか食います？一緒に。え、食おうぜ。逆に来てくれるんすか？今から行くよ。マジっすか？うん。好きな飲み物 LINE しときや。あ、わかりました。とりあえず高いもん行ってきます。あ、お願いしまーす。お疲れ様です。はい。来たぜ、ベイビー！よっしゃー！ということで、僕、早くも、コウくん獲得ということで、なこなこのコウくんとご飯を食べに行きたいと思いまーす。車でね。僕は撮影部屋から撮っていきたいと思います。ただいまの時刻は21時21分。にーにーです。僕はね、多分他のメンバーよりも、あまり他の YouTuber の連絡先を持ってないんですけども、言ってくれそうな人から電話していきたいと思います。じゃあ、まずは、ジュキヤに電話していきたいと思います。出るかなあ、もしもし？はい。今何してる？今ね、うん。ダーツうん。ちょっとさ、またなんか変な企画だろうと思って。いや、企画やねんけど、今日はマジでそっちに行きたいのよ。いや、マジで今日は来てほしくないわ。申し訳ない。今日はマジで来てほしくない。今日はマジでお前に会いたくないわ。お前の声も聞きたくなかった、本当は。マジで気持ち悪いわ、今。体調悪くなってきた。頼む。どういう企画なの？企画説明すると、いや、明日にしてそれ。明日かよ！明日はわかんねん。いや、今日は無理なのよ。無理なんだ、今日。ダーツ中か。そう。ありがとな、ごめんな。ありがとう。はい、じゃあね。というわけで、一発目のジュキヤ、ダーツ中ということで、無理でした。くそー。次は、うわ、ジャパニーいけるかな、ジャパニー。渋ジャパさん、ジャパニーに電話かけていきたいと思います。やべ、でも前の企画以来、全然連絡取ってないけど、出てくれっかな？お疲れ様です。エスポールの広瀬です。ちょっと企画なんですけども、今動画撮ってまして、夏休みの忙しい中で、他の YouTuber と飯を食ってこいっていう企画なんですけど、なるほど。急なんですけど、お時間今空いてませんかね？今ね、俺ちょうど飯食っちゃったんだよね、家で。あ、そうなんですね。まあでもいい。大丈夫ですか？出れるよ、一瞬であれば。大丈夫です。空いてはいる。あ、本当ですか？じゃあ、ちょっとジャパニーのお家の付近に向かっていいですか？うん、いいっすよ。なんか探しとくわ。マジっすか？うわ、大先輩すぎる。俺との話とかでも大丈夫？あ、もう全然大丈夫です。どこでも向かいます。時間ぐらい？あ、全然大丈夫です。オッケーです。ありがとうございます。はい。シャー。ジャパニーありがとうございますということで、まあ、ちょっと1時間後ぐらいになるかもしれないんですけど、指定してくださった場所に向かっていきたいと思います。これ一番早いんちゃう？ワンチャン9時半なんで9分で決まった。サンキュージャパニー、ありがとうございます。さあ、ということで、スタートしたわけなんですけど、ただいまの時刻がですね、21時27分、夜の9時半ですね。僕には戦略があります。僕はもう、アポも何も取りません。電話してる時間だけ、ロスしてしまうなと思ったんで、僕はぶっつけ本番、その YouTuber の家に突撃したいと思います。で、その YouTuber の人たちが家にいれば、僕が一番最初に帰ることができるんじゃないかなと思いますね。もし家にいなかったら、そっからアポ取りがまた始まっちゃいます。なんで結構、賭けに出てますね、僕は。到着時間が10時過ぎってなってるね。ということで運転集中して向かいたいと思いまーす。さあ、ということで、島袋の画角でございますと。まず今回一人目、僕が電話させていただく YouTuber の方は、こちら系の企画でお世話になっております、スカイピースジンタンです。多分ね、忙しいと思うんですけど、ちょっと一回電話をしていきたいと思います。お願いします。ごめんなさい、そうだったね。出れなそうですね、これは。交渉以前に出れないっていう場合があるんだよな。あー、ジンタンダメでした。サウナ行った中やから、結構誘いやすかったんですけどね。くそー！もうちょっと本当にパッパしていかないといけないんで、次かけていきたいと思います。次はですね、水溜りボンドのカンタさん、お電話かけていきたいと思います。いませんでした。ガチやべえ！俺、YouTuber の友達全然いねえからな。ガチやべえ！マジやべえ！じゃあ、続いて、ちょっと、技師。ちょっと、同い年っていうことなんでね、ちょっと声かけていきたいと思います。もし、大丈夫？今。うん、大丈夫。飯いかん？え、嘘でしょ？あ、ここ右で。何それ？今家着いたんだけど。え、もしかして飯食うた？うん。しんどいよ、なんかは。え、何怖い。マジで、ちょっと、ほんまにお願いねんけど。いや、ごめん、無理だわ。違う、聞いて、技師。聞いて。コンビニとかで、おにぎり1個だけでいいから、一緒に頬張ってくれへん。その程度でいいから、頼む！いや、ごめん、無理だわ。お前MacBook 買っちゃってさ、ノリで。嘘やろ。ほんと今もう MacBook 設定したくて仕方なくなってんだよ。マジか、わかったよ。え、おにぎり1個とかでもいいの？もうおにぎり1個でいい。ごめん、無理だわ。お前なんで聞き返してん、それ。ごめんって。いや、まあ、しゃあない。食えんならしゃあないわ、それは。申し訳ない。またそこで、タイミング、今までで一番最悪だったわ。じゃあまた今度別で誘うわ。オッケー、ごめんね。ありがとう。あー、バイバーイ。はいー。うわー、もう無理、無理。ただいま9時30分から始めて、もう10時3分なんですけど、もう無理やー。申し訳ねえってきた。MacBook 楽しんでくれ。さあ、ということでね、とある YouTuber のお家の近くまでやってきたわけなんですけども、ただいま時刻、10時4分。一番早いやろ、絶対。ということでね、僕、家の近くでお寿司買ってきたんで、それを持って突撃していきたいと思います。お家にはいるのか。では、突撃に行きましょう。さあ、ということで、それ YouTuber のお家に着いたんで、ここからはちょっと音声だけのデータになるんですけど、突撃したいと思います。はい。あ、開けてもらっていいですか？はい。ちょっと開けてもらっていいですか？どちら様でしょうか？え、番号見知ってるんですか？あ、いつものやつお願いしてもいいですか？あ、びっくりした。いらっしゃが。あ、いつものやつちょっとお願いしてもいいですか？あ、いつものやつやったんですけど、はい。ちょっと足りなかったですかね？あ、ちょっと聞こえなかったです。いらっしゃが。いたしました。まあ今のでみんな分かったよね。さあ、ということでそろそろ到着いたします。インターホンとか押す時に開けたいと思います。ただいまこれしないのやばいね。まさかのミユちゃんがいる。いや、遅っ。いや、突撃企画なんですよ。ちょっと突撃しちゃったんですけど、ちょっと場違いでした。完全に場違い。伝わってほしいですね。でも俺は言い続けるよ。確かに、その、今、万々歳側のカメラが回ってるのに、そのカメラを止めない感じとか。お疲れー。びっくりしました。ということで改めてサワヤンチャンネルのヤンが来てくれました。はい、どうも皆さんこんにちは、サワヤンチャンネルでした。最高マジで。一旦座ろうか。一旦座っていいっすか。うん。ありがとう。いやいや、だって、もうずっと話したじゃん。いや、そうなのよ。それこそ、はい、最初話し始めたのが、YouTube リワインドだっけ、スカイピースさんの、はい。そう、あれで、俺とヤンで、マジで飯行こうみたいな話してて。でも電話かかってきた時、まさかって思いました。いや、そうなのよ。それ行きますよ。今日はもう飯全然食えないですけど、大会終わった後ね。そうです。いや、ちょっとマジで申し訳ないです。いいえ、全然全然。ちょうどご飯食い終わった時だったんですよ。最後のご飯を食べて。大事だから俺もやっぱ経験してるからさ、筋トレの食事の辛さ理解してもらえてるんで助かります。ということで急遽だったんで全然準備できなかったんですけど、いや全然全然これだけ持って帰ってください。マジっすか。ええ、オーツとミールじゃないですか。そう、オーツとミール。え、いいんですか。うん、ちょうど切れかけてました。あ、マジで今使ってるオートミールはもうあと2食分ぐらいかなって。あ、マジで。ありがとうございます。え、もう毎日食べますよ、うん、僕毎朝絶対オートミールなの。そうだよね。ガチヤマくんを思い浮かべながら毎朝食べます。サワヤンがさ、はい、大会終わって、はい、もう俺らも結構飯系の企画やるから、はいはい、俺らコラボしたことないやん。確かに。だからなんか爆食い企画とかもいいのかな。もう呼んでください。無限に入りますよ今。そうだよね。それこそなんか高級料理店で爆食いいや、もう任せてください。で、何件かなんか負けたやつが全額おごりみたいな。もう最高です。いや、もうやりましょう。マジやろう。てかマジでありがとうございます。ということでこんなに3つもいただいて、はい、僕からはちょっと少ないものなんです。逆にごめんなさい手ぶらできて。いえいえいえ。じゃあということでちょっとプロテインになりますが、乾杯乾杯。おはようございます。ありがとう。しみる。うわ、幸せだ。ちょっとさ、エスポの視聴者で、まだ、ヤンの体をあんま知らない人もいるかもしれない。ちょっとだけさ、そのパキパキレベル。お腹だけさ、ちょっと見せて。いや、ちょっとだけっすよ、本当に。まだ全然仕上がってないんで。やっば！これ、わかります？これ皮なのよ。もう、もう仕上がりまくってるやん。いや、でも楽しいですよ、本当に。視聴者の皆さんもすごい応援してくれてるんで。うん、そうだよね。めちゃくちゃ力になります。マジ買ってほしいもん。みんなもね、応援してください、ぜひ。いつだっけ、大会が。10月1日です。おー、もう、キンキンだ。名古屋でかましていきます。飲んだ？大臣飲んでます。貴重なんで。さあ、じゃあ、ヤンが飲み終わったら、時間を確認しましょうか。あ、これタイムですか？よいしょ、急いで飲みます。いやいや、全然いいよ。余裕だから。はい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 。はいはいはい。ということで、先行ってくださいよ、それ。いやいや、いいのよ。こうやってね、ゆっくり話しつつ余裕で1位取るから。ということで、ただいまの時刻なんと10時25分。どうですかこれは。始めたのが9時とかだから、なるほど、余裕で1番じゃないかな。いや、良かったです。てかそれもう先に言ってください。いやいや、言わないあれなんですよ。いや、てかなんかあえてヤンは言わなくてもなんかすぐ来てくれそうな感じだったから。いやいや、行きますけど、もうね、ちょっとこの後は僕のおすすめのねサウナに行こうって2人で話してるんで。いや、もうありがとうございます。はい、サワヤンチャンネルね、概要欄に貼ってますんで、ぜひとも皆さん登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、ヤンのインスタなりツイッターなり全てこれ見た人全員フォローしてやってください。よろしくお願いします。一応エンディング僕ね、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイみたいな感じでやって締めます。ということで本日ありがとうございました。こちらこそ本当ありがとうございました。ガチガク。ということでまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さあ、ということで改めましてコードとみに来ちゃいました。ありがとうございます。今回の企画はですね、僕急に来たわけなんですけど、はい、夏休みの忙しい YouTuber を捕まえてご飯一緒に食べれるまで帰れませんっていう企画をやってるんですよ。で、俺の戦法としてはもうこの人の家はインターホンを挟んでも入れるぐらいの中と。中的には、社会のモラル的にはもう全然ないです。めちゃめちゃです。ありがとうございます。ありがとうございます。だから一緒にご飯食べてくれるかな？いいとも！ありがとうございます。なんでこんなんやらせるんだろう。いいよ、食べて。やっと、もうなんか、家族団らんみたいになった。ちょっとヒューが貸し出しの企画の方で今ちょっといなくて。いや、でも俺ら、仲良かったな。いや、でもそれは本当に、ケイスケ君のおかげですね。マジで。なんかこう、気軽に絡みやすい感じでずっと接してくださっているところとか、呼んでもいいよって言って、ガチ呼んだらガチ来てくれる感じとか、もういい先輩すぎて。こういうとこだけお前俺は褒めないから。ケイスケはやりたい仕事とかないですかね。そういう自分で。俺の夢は高弘さんと会うことぐらい。ああ、会うことなんです。会うこと、一緒に歌うこととかじゃないですか。強いて言うなら歌詞欲しい。ああ、書いてほしいと。そう、やばいっすね。でもユーマは今度貸し出しやるんやったらね、お願いします。楽しみですね。ユーマは歌うまいから逆にもうガチガチの歌がいいかなと思ってね。パン君がガチヤマと。おお、最近どうですか8月。この8月忙しいよねっていう曲なんですけど、 YouTuber。でも僕たちとしてはやっぱその年中忙しいんで、あんま夏が特にとかいうのは。ああ、そうなんや。ないっすね。最近あなたたちの5000キロカロリー買ったんで。あ、見ましたよ。ありがとうございます。やっていただいて。おい、またコムドットに言われてんぞ。で、どんぐらいで取るんですか？あれはちょうど3日後とかだった。あ、いや、嬉しい。どうぞ勝たなあかんじゃん、お前。ああ、なんかで勝ちたいな。うん。いや、もう1万キロ1万キロは増えないよ。あれ、ニア調べてからやりました？いや、調べてからやってない。調べてからだったら1万いけそうじゃない？効率よくね。うん。次回コムドット1万キロカロリーです。やんないです。いいです。どうするんですか、そのケイスケ君のその甘髪みたいなの。いや、最近悩みで俺ちょっと病気かなと思ってきてる。いや、病気でも増えてきてますよね。そう。一旦あっちゃんさ、ケイスケ君の口の形一回見せてもらったら、ちょっとそっちケイスケ君見てもらっていいですか？なんやねん。口の形的にこうゴムを持ってなっちゃう口の形の人いる。その可能性があるから一回見てみよう、パッと。いや、ケイスケ君はヤマトより全然ワニ口です。そんな会話せんでいいの、今日は。いやいや、あなたたちケイスケ君が甘噛みするから、それはなんでなんていう。じゃあ何の話しますか？ありがとう。もういいんだよ。はい、ということで、はい、急遽オルタナチャンネル渋谷ジョバンです。僕が来ました。出過ぎじゃない？俺なんかヒロトの物を渡すみたいな時も。そうですよね。僕あんま交友関係広い方じゃないんで、ジャパニーに頼るしかないんですよ。ジャパニー一強なんですよ、僕は。一強なんだ。俺も絡まないからヒロトはちょっと安心するわ。あ、本当ですか？うん、よかった。ということで、はい、なんとウーバーイーツでちょっとオルタナハウスでウーバーしました。サーロインの丼。えぐっ、肉がいいですって僕はお願いしちゃって、ありがとうございます。めっちゃ綺麗、部屋。 YouTuber の中でも多分綺麗な。めっちゃ綺麗っすね。そんな見る？いいなと思って。からもう後ろもないんです。確かに。ちょっと憧れちゃうんですよ。持って帰ってよ。持って帰るんですよ。いいっすか？持ってって。持ってって。え、もらいたいっす。これ。そう、一番この中で欲しかったんですよ。なんかグッズで、スクラッチグッズ出して、一番大当たりの賞で。マジっすか？いいっすか？いや、普通に嬉しいんですけど。これ声入ってるんで、俺らの渋谷ジョバンと内藤の声で起きれると思うんで。あ、そうなんですか？それで朝起きてください。わかりました。いただきます。わ、硬いんですか？硬とかある、馬じゃないんですよ、YouTuber 的には。思ったより硬かった。いただきます。うまいけどね。ちょっと硬いっすね。ちょっと硬いけどね。あれ？ちょっと硬いっすね。もう30分経って、もう3人に断られてるか。ちょっとやばいな。じゃあ続いて、どんどん電話かけていきますか。じゃあ続いて、アバンティーズのミック、釣り目くんです。ちょっとミックに電話かけていきたいと思います。まあ、釣り目くんに関してはね、結構ね、ほんと、それこそ底辺時代からお世話になってますから。ミックも忙しいから。出れないっていう人がすげえ多い。アバンティーズ釣り目くん。ただいまの時刻10時15分。続いて、ちょっと一か八かにかけます。レイクレンのともやんくんです。なんでともやんくんなのかっていうと、ともやんくん一人だけで東京に来てるっていう時が結構多いらしくって、で、本当に多分数日前ぐらいになんか宮崎から東京に行ったんやったかな？なんかそんなようなストーリーを見た気がするんで、ちょっと一回一か八か電話かけていきたいと思います。頼む！ともやんくんは通話中でした。ありがとうございました。一瞬で砕け散ったぜ、この一か八かも。続いてちょっとうんぱるんぱねかけていきたいと思います。彼とはね、結構ご飯行こうって言ってたんですけど、予定がなかなかね、合ってなくてですね、いつもずるずる先延ばしにしてたんで、ちょっと一回ここで電話をかけていきたいと思います。ああ。ダメだったね。まあ、仕方ねえや。まあ、夏忙しいから、どの YouTuber も、それを踏まえた上でのこの企画ですから。やばい、もう1時間経とうとしてるのに、もう6人に断られてるな。最近、どうですか？最近は、もうだから夏は、俺はもう9年やってて、で、オルタナって、なんか意外に夏で伸びたことないのよ。あ、そうなんですね。そう。そんな変わらずやってるの。コラボとかもそんなせず、エスポとかめっちゃやってるじゃん、コラボの大型企画。夏伸びるんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そっか、若いのかな、見てる人が。そうっすね、多分。すごくないですか、日焼け。すごい。だから、びっくりしましたもん。肌白すぎて。ジャパニー肌白と思って。肌白いし、毛もなくなってるし。ちょっと脱毛中で。あ、そうなんですか。ちょっと生えてきてるんだけど、ちょうど。でも肌白いし。白いし、腕の白さも見えてる。腕毛なくなったら意外に綺麗っていう。意外にやってないのか、コラボなんか。そうですね。だから僕ら頻繁にコラボはそんなしてないですね。意外と僕らで完結する。エスポはなんかスカイピースとかも言ってたよね。そのエスポがすごいこうスケジュール感みたいな、なんかの動画で見たんだけど、昔の YouTuber みたいな動き方。効率悪いんですかね。いやいや、効率悪いけど、まあ毎日投稿してる人だって。あ、そうですね。それはすごいよ、マジで。いやー、ありがとうございます。人生の相談したいんですけど、カメラ止めたいっすね。ちょっとなんかもう深い話したいんですけど、近況とか話してる場合じゃないっすね。ということで完食いたしました。石出さん、ありがとうございました。はい、ということで僕のタイムは10時44分ということで、1時間15分ぐらいで帰宅できます。ありがとうございます。よかった、東京にマブダチいて。え、帰るんですか、今頃。帰れんねんけど帰りません。嬉しいけど。僕たち年内チャンネル登録400万人というのを目指していて、まあ、エスポの視聴者の方、まだエスポと仲いいっていうのも知ってるけど、なんとなくしてなかったわみたいな人、たくさんいらっしゃると思うんですよ。今ちょっと確認してみてください。この右下のボタンが赤くなっていたら、まだチャンネル登録できていない。ここを押していただけると、チャンネル登録はエスポ R のものになります。なので概要欄に貼ってあるやつをポンとタップして、あ、これ出てきたってなって、これチャンネル登録で赤いところまで残ってたら、ぜひぜひ押してください。心からよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。まだいつでもご飯終わってるから。よろしくお願いします。カラオケでも行こうな。そうです。はい、ということで、かーくーん。いや、もう、断ってよかった。ミスった。なんでよね。別に家やんか。いや、こんなこと言っていつも来るんです。じゃあ、ちょっとこれ。そうです。うわ、しかも、各杯のトリュフじゃなくて、ちゃんと高い方選んできてくれた。そうや。で、ファミチキでしょ。で、チータラでしょ。え、いく。で、ザーサイのサラダ。うわ、やば。で、箸。居酒屋やん。俺は特茶。特茶。さすがに、さすがに。特茶と俺は野菜。ちょっと体気にしてるんですね。そうだよ。あ、じゃあ飲んでいいですか。あ、じゃあ、いただきます。じゃあ、お疲れ。お疲れ様です。乾杯。おい、もう飲んでたん、家で。いや、今日家飲んでなくて。あ、マジで。この夏どうだったっていう。ああ、まあカップルっていうのもあるんで、あんまりめちゃくちゃ頑張りすぎないみたいな。まあまあそうだね。そうです。それで喧嘩になったら元も子もないんで、まあほんま日常的な感じだったんですけども、韓国とか行ったんで楽しかったっすね。なんやかんやいつも通りの夏でしたね。うん、エスポ忙しかったですか。やばいね。家で撮影1本しかない。え、全部外っすか。え、歌も出してたじゃないですか。サマデイ。そう、聞いてくれた。いや、聞いてないです。なんでやねん。サマデイまで覚えてくれてんのに。サムネだけ見ました。俺がお前、名護のお前ビキに見るときも来たやん。最近で遊んでもないんですか、全然プライベートで。全くだね。マジで忙しかったわ。じゃあちょっとこれから落ち着くんですか。明日ぐらいから落ち着くから。じゃあやっとサウナとかも行けますよね、ゆっくり。行く。アン君いつも3万ぐらいするサウナおごってくれるから、みんなこびた方がいいっすよ、アン君には。まあね、こんなところでいいです、僕の尺は。早っ。一口しか食うてない。いいよ、ゆっくり食って。いけてるやつがいないかもわかんないからね、まだ。ずっと家の人もいるかもしれない。そうそう。こうくんはどうですか。こうくんは。こうくんは免許取り行ってる。免許取れる前で帰れません。はい、帰れません。一人でやってるから。一人で今やってんの。動画も回してない。そう。はい、ということで、はい。ゴーくん、来てくれて本当にありがとう。全然こちらこそありがとうございました。これで一回サウナ券、あなたに。やった!プレゼントです。サウナ券でかい。これ、みんなが思ってるスーパーセントとかじゃないから、個室のエッグのサウナ。ということで、今、ただいまの時刻は11時前なんですけど、僕はここで終了です。ありがとうございました。お疲れです。お疲れ様です。僕はこの後、ジャパニーと深い深い人生の話をするんで、この辺止めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。いやー、ということで、もう、ことごとく、全敗いたしましたっていうことで、奥の手使います。僕、今からその電話かけるその YouTuber の人、ご飯とか遊びの誘いで、一度も断られたことない人間なんです。この企画に対して出すのはちょっと卑怯すぎるなと思って、あえてずっと電話しなかったんですけど、これはちょっともう無理だなと。今からその人に電話かけていきたいと思います。ちなみにその人の名前は、最近夏休みのオフを満喫しろということで、一緒に栃木県に行った SK です。絶対断りません。電話かけていきます。大丈夫、今。配信とかない?あ、いいよ。あ、大丈夫、大丈夫。さ、飯行かね?あ、いいよ。じゃあ、今から迎えに行っていい?あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ねえ、皆さん言ったでしょ?彼は一度も僕の誘いを断ったことがないんです。あ、はいはいはい。なるほどね。ごめんね、今ちょっと撮ってんねん。じゃあ、ちょっと一回迎えに行くわ。あ、オッケーオッケー。はーい。いやー、SK!確保!ということで、早速 SK のお家向かっていきたいと思います。GO!SK ティブン、よく来てくれた。何の企画？この夏忙しい8月 YouTuber って、確かにその YouTuber とご飯行けないと帰れませんっていう。はい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 、 YouTuber で俺選んでくれたんね。はい、じゃあラーメン食いに行こう。はい、行きましょうか。さあ、やっと念願のラーメンです。ただいまの時刻は11時15分ということで、俺9時半から開始してんだ。はいはい、あ、2時間断られ続けて。そうだよ、助かったよマジで。いや俺マジでこの後編集があってさ、編集がなかったら多分使ってなかったかもしれない。ああなるほど、まだ頑張ってた。折り返しをひたすら待ってたかもしれないし、島袋マジ頑張ってるもんな。俺は知ってるよ。別にショートスリーパーじゃねえのに、もうショートスリーパーに刺してるもん体。はい、ということでごちそうさんでした。いやーごちそうさんです。マジで助かりました、ありがとうございます。ああもう全然おごってもらっちゃってね、ほんといい、とんでもない、ありがたいです。でただいまの時刻が11時30分、約2時間で僕は YouTuber を見つけて一緒にご飯行くことができました。今回僕はこれにて企画終了させていただきます。お疲れ様です、ありがとうございました。じゃあそういうことで僕たちの画角はこれで以上になります。それでは皆さんごきげんよう。大丈夫か、うん、大丈夫。ちょっとネギがピピョって出てきた。汚ねえなマジでお前。クラウタのチャンネル登録するにゃ発射号エスポワールドライブ、時代を変えるために今一緒にやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。